冷静と情熱の間は、1999年に出版された辻人成とエクニカオリによる恋愛小説。またこの小説を原作とし、2001年に公開された日本映画。また、2001年5月25日に発売されたこの小説から生まれたアルバム。小説は、月刊誌にまず、エクニカオリがストーリーを書き、次の観光時に、 辻人成が続きのストーリーを掲載するという交互連載の形を取りながら書き上げられていった。同じ時系列に起こる出来事をエクニは青いの目線で辻は阿行順章の目線で描いている。小説は連載が完結するとエクニのパートは赤い想定でロッソ辻のパートは青い想定でブルーというネーミングが監され別々の単行本として セット発売された。この小説は当時50万部を超えるベストセラーとなった。ドゥオーモトフィレンツェの街並み2001年11月10日に全国東方系で公開された。監督は中江佐夫。阿行順将役を竹内豊青い役をゲリーちゃんが演じた。映画の撮影は日本のほかイタリアのフィレンツェやミラノでも行われた。 映画用に新たに脚本が起こされているため、時間の流れや各シーンは多少原作の小説とは異なる。大学を卒業後、絵画の修復史を志し、イタリアのフィレンツェの工房で学んでいた阿行オ順は同じフィレンツェに住むメミという日本人の彼女にも慕われ、周りの人々からは一見順調な人生を歩んでいるように見えた。しかし、 彼の心の中には常に空虚感があった。香港からの留学生で、日本での学生時代を共に過ごし、深く愛し合いお互いを分かり合えた女性、葵を未だ忘れられなかったのだ。ある時順庄は、フィレンツェを訪れた友人の高志から、葵が同じイタリアのミラノにいることを知る。高志から得た情報を頼りに、ミラノを訪れてみると、葵は、 アメリカ人ビジネスマンと生活を共にしていた。全く異なる人生をお互いが歩んでいることを知った純章は日本に逃げ帰る。純章の頭の中には学生時代に葵が言った私の30歳の誕生日にフィレンツェのドゥオーモのクーポラであってね。約束してね。という言葉が常にあった。しかし、10年も前の約束を葵が覚えているとは思えなかった。 それに、青がまだ順正のことを好きでいるはずはないと思っていた。ある時イタリアの恩師が自殺をしたと工房の同窓生から電話が入る。フィレンツェでの葬式に参列した際、旧友の高梨からかけられた言葉をきっかけに生活の場をまたイタリアに戻すことを決心をする。そして、明実に別れを告げる。また以前と変わらないイタリアでの時間が流れていき、その日は、 ついにやってきた。純正はゆっくりとドゥオーモの階段を、クーポラを目指して登っていく。やはり、青井はそこにはいない。ドゥオーモの閉館時間も、刻一刻と迫っていた。冷静と情熱の間シネマトピックスオンライン2001年、興行収入10億円以上番組日本、映画制作者連盟。ありがとうございます。